アガタウマスは、白亜紀後期に、現在のアメリカ、ワイオミング州に生息した大型の、ツノ流類恐竜の疑わしい俗名の一つである。俗名は古代ギリシャ語で、大いなるを意味する、アルファガンマアルファニュート、奇跡あるいは、脅威を意味する、シータアルファミューアルファに由来している。体長約9メートル、体重6トンと推定され、発見当時最大の動物であった。 詳細はほとんどわかっていないが、最初に発見された、角竜類である。最初の標本は、骨盤、潜椎、肋骨のみであり、これらの骨は、ケラトプス科の種の中では、違いが少ないため、一般的にこの種は、疑問名とみなされている。一時、トリケラトプスのシノニムと考えられたが、この属は、首から、後の化石しか知られておらず、比較は困難である。 アガタウマスの化石は、最初、1872年に、ワイオミング州南西部で発見された。この化石は、フィールディング・ブラッドフォード・ミイク及び、HM ・バニスターにより、ワイオミング州、ビター・クリーク近郊にある、ランスルイ像で貝の化石を探す中で発見された。ミイクとバニスターは、フェルディナンド・バンデビア・ヘイデンの地域の地質調査のために、雇われており、この発見は、 エドワードドリンカーコープに通知された。コープは自身でブラックブって近郊の尾根を捜索し、ミイクの発掘場所を見つけ、石体鉱脈の近くに巨大な骨が突き出しているのを発見した。この骨は枝木や葉の化石とともに砂と粘土の堆積物の中に保存され、森林の生物だったことを示唆している。コープは後にこの骨格を 巨人の王子たちの一人の残骸として記述している。発見の後1872年に、コープはこの恐竜をその巨体と化石と共に見つかった岩石を反映して、アガタアーマス・シルベストリスつまり、驚くべき森林の住人として、記載、命名した。当時、この化石は、基地では、史上最大の陸上動物であり、アガタウマスという名は、コープのこの発見による、 興奮の一例として位置づけらる。コープとそのチームは結局完全な骨盤、潜水、いくつかのあばら骨を発掘した。これは最初の都の竜類の化石の発見であったが、コープはアガタウマスが正確にはどんな種類の恐竜かわからず、判明するのは1889年に、 オスニエル・チャールズ・マーシュがトリケラトプスを記載した時であった1889年の論文において、コープはケラトプスの化石は少なすぎるとして、マーシュの創設したケラトプス化をアガタウマス化と解明している。タイプ種、かつてアガタウマス属に分類された種、フーンにも見つかった化石は下半身のもので、その流類では特に識別することができず、アガタウマスは疑問名とされている。 この領域では、他の化石は発見されていないが、大きさと岩石の年代から判断して、トリケラトップスのものである可能性がある。1897年のナイトによるアガタウマスの復元図1897年に、画家チャールズナイトは、コープの依頼でアガタウマスを描いた。この作品は後に、映画、ロストワールドに登場するアガタウマスの模型のもとに、 なったアガタウマスはその後も様々な姿で表されている。ありがとうございます。